はい、ということで我々花輪弁願チャンネル野球場に来ました。はい、ということで今日野球企画やるんですけど、最近弁願しかきついことやってないんじゃないかっていう声が結構上がってるわけですよ。っていうのと花弁チャンネル6周年でございます。早いね。早いねということで、これなんと私からプレゼントです。かっこいい。まだありがとうございます。まだ新品、まだ新品っすね。すげえ、これめっちゃいいやつやん。これだってめっちゃ立体的やもん、刺繍が。やったでも、でめっちゃ硬いな。これでも90分間の柔らかっ、めっちゃ高いやんこれ。はい、ということで本日やりたい企画、野球初心者花尾千本ノック、イエーイ。救済措置として100本ノック取ったら1回終われるチャンスイベントっていうのが来ます。おお。でもちゃんと取ってないやつは1とカウントしません。あ、雨や雨や、ピエン、雨とか関係ありません。やっていきたいと思います。ということでメイキットパスオービーズズームイン。それでは花弁チャンネル6周年記念千本ノックやっていきたいと思います。6周年記念で千本ノックか、おかしいだろ。いきまーす。1本目、3、はい、あ、うまい、2、はい、うまい、さあ、うまい、7、ペース鬼10。これさ、一対100目標にしようか。18、はい、19、あいつうまいな、20。ノックってこんなしんどい、ノック蹴りきついから。21、うわあ、34、これ俺もきつい、35、60、くそ、野球どうです？グローブがきつすぎてくれへん。グローブが口きかない。そのグローブと友達になれ。60、おーい、キジ君、おい、あと2回でブレイクやぞ。99、100、1000本のうちの100本が終わりましたけども、どうですか今。俺のとこだけなんか薄いぞ、酸素が。いや結構動き回ってたから、俺のとことかないけど。今から君にチャンスタイムを差し上げます。ミッションをクリアすることができれば、なんともうここで終わることができます。なるほど。ということでそのミッション発表します。はい、ストラカードでございます。今から12球であの9枚全てを抜くことができれば、プロやんけやってるから。千本ノックって企画を途中で終われるってことは、それ相応のことがないと終われません。ストラックアウト行きましょう。はい、縛っていこう、縛っていこう。それでは花尾選手、まず何番狙いますか？5番。それでは花尾選手お願いします。どうぞ。おー、うまい、はい、ということで挑戦失敗。はい、次行こう。はい、次行こう。お前さ、グローブを俺のやつに変えたらあかんって。すごいで、これお前のグローブ、これチートやろこれ。流れに使ってて柔らかいだけない。え、でもさ、オープニングみんな見てたよ。だって6周年の一応プレゼントやからね、これ。を10分の1で放棄するっていうのは
果たして人の心があるのかどうか。じゃあ交互にやる、交互に。交互にやる。まあいいよいいよ、いや、一旦そっちでやってみんじゃん。そっちでやった結果、結果見てやな。ほんまエラー率マジで見て、ほんまに。じゃエラー率見るわ、んじゃん。それ驚くで。101から200いきまーす。101、はい、102、はい、行くぞ。めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる、むっちゃうざいやけど、むっちゃ笑ってんねんけど、バリだれ、12、はい、13、バリだれ、14、うわー惜しい惜しい惜しい、はい、というわけで200本目終わりました。もうこっちのグローブに変えてから調子はいい感じです。まあ電眼には申し訳ないんですけども、やっぱね、使い古された電眼の魂がこもった方が使いやすいということで、引き続きこっち使っていきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、ここからはカナウの要望で選球に向かって突っ走ると。1000本ノックやってるくせにストラックアウトまでする余裕あるって、よく考えたら余裕もきすぎやろ。だって確かにね。はい、というわけで、じゃあ1000本ね、ほんまちょっと頑張ってやりたいと思います。体力的にはまだまだ大丈夫です。はい、ということで行きまーす。お願いしまーす。よし、はい、行きまーす。いーつおい、乗れたー。はい、あ、きつい。笑われた。はい。うわー。うわー。うわー。すごい。うわー、惜しい。やったー。300、えげつないんじゃん、この500。何も動いてへんのに、うん、めっちゃしんどいんだけど。でも多分700超えたらちょっと楽なんで、15分休憩してそっから200頑張ろう。はい、頑張ります。はい、あと半分、こっから行くぜ。行きます。イエーイ。やれ、あー、きつい、惜しい。やれ、600。意外とあっという間でした。最初めっちゃしんどかったんですけど、なんかその一瞬集中して一瞬耐えるみたいな。お前ってサッカーとかウィンドサーフィンみたいに
始まったらしばらく終わらへんゲームばっかやってるやろ。確かに。でも俺オンオフ得意やから野球向いてるかもしれない。ほんまだから、うん、一瞬しか切れてへんからってことで、意外と省エネで来てるんで、あの体勢身につきました早くも。というわけで後半400頑張ります。600から700いきまーす。くっそ、ザコイミスした。わあ、もう悔しい、悔しすぎる。やばい、くそ。グローブに変えてから調子はいい感じです。まあ電眼には申し訳ないんですけども、これなんと私からプレゼントです。かっこいい。まだありがとうございます。まだ新品、まだ新品っすね。すげえ。一旦これで100円でも逆にこれ前半よく100やったな。これプレゼントをちょっと無駄にしないように本気で取ります。おい、喋れ。オッケー、お前よくやった、マジでよく喋った。はい、来い。偉いよくやった。その調子絶対に甲子園行こうな。おいやばいよこいつ。特選した。お前できるか。調子的には俺も結構きついわこれ。でも俺0から100が一番しんどかった。だから分かった、これ馬なれば馬なるほど楽になってくる。そうそれはそうよ。最初の0から100の半分以下のエネルギーでこれてるって感じ。ちょっと5分ぐらい休憩していきますか。よし、行きましょう。マッサージ行きたい。800から900行きます。よし、イエーイ。おい、ナイスボーイ。さあ、はい、はい、ぬるいぬるい、すごい。おい、よし、900。オーケー。999!
199。おいおい、出ない、チャンスボール、ね、無意識に、うん、終わりたくないと思ってる自分がいる。変なとこばっか打つぞ。じゃあお前、もしかして野球に目覚めた？いや、目覚めたよ。俺今、ガチで上手くなりたいと思ってやってる。次は、ケジ君来た、ラスト1本。お前たち、いやー、あれやな、これ見せる、これ見せる、あー、惜しい、あー、見て、惜しい、はい、ということで今がですね3時43分、開始が10時半ですから4時間45分ぐらいで専門ノック達成と。会話できた、これ最後。でも結構だいぶ会話できるんだった。しかも動くなったし、なんか、そうだから、そうね。いやでも、ということで皆さんも何か目標を決めて達成すると友達になります、道具と、はい、道具と友達、道具はペットです。